ですね、サンドボックススマート R2 っていう家庭用のコーヒー焙煎機とその仲間たちです。で、一応これね、サンプル品ということで、まあ、ほぼ製品版と同じだとは思うんですけど、貸してくれるということで、一足お先にお借りして使わせてもらっています。これが R2 の本体で、で、これが豆を入れるところで、このトレイもついてきます。で、ここが中、焙煎の様子を確認することができる窓と、あと焙煎が終わったらここを押して開けると、ここからこの隙間から豆が出てきます。で、これが焙煎した豆を受け取るトレイと、あとこの下に茶封を受け取るトレイもついてます。で、焙煎するとここから煙が出てくるんですけど、この煙吸う機械もあるので、これをここに設置して、で、この中にね、フィルターが入ってるんで、これで煙を吸収してくれます。これが冷却器ですね。で、焙煎した豆をここに入れて、で、スイッチをオンにすると、この中にファンが入ってるんで、こう上から空気を吸い込んでの風で豆を冷やしてくれます。コーヒーミルもね、割と質感はいい感じですね。ここから豆を入れて、ここから出てくると。で、このダイヤルで粗さを調節できると。それで焙煎機の操作は全てこのアプリで行うことになっていて、で、まず最初にペアリングをして、で、その後このプロファイルデータベースっていうところの、オフィシャルプロファイルっていうところに行くと、で、これがプリセットみたいなものなんですけど、のどれくらいの豆の量をどれくらいの焙煎で仕上げるかっていうのを選べるようになっています。例えばこのモデル R2 で 300g をライトローストでやるっていうと、もうあとはここのウォームアップボタンっていうのを押してスタートを押すだけです。あと自分で調整したい場合はここら辺で設定を変えることもできます。僕はですね、家で豆を焙煎するときはね、未だにこれを使ってるんですけど、カセットコンロとかで使うやつ、まあ、これにはね、もちろんこれの良さがあるんですけど、まあ、これはね、マックス200か 250g 1回に焙煎できるんですけど、まあ、こっちはね、マックスが 550g なので、まあ、家で飲むにはね、 550g 結構多いんで、だからなんかね、こう家庭用と業務用のなんかこう中間みたいな、なんかそういう印象を受けますね。あとね、これ結構サイズがね、まあまああるんですよね。買われる方はね、よくサイズチェックしてくださいね。オーブントースターの高さが 1.5 倍ぐらいあるみたいな感じですかね、多分。まあ、概要欄にリンク貼っておきますんで、気になった方はチェックしてみてください。では。